どうしてもものづくりってなると失敗しないようにしないように作るじゃない。あれがね間違ってる。この学習のメカニズムがうまく働かない。だから学習していけないから技術が積み上がってる。80点90点の作品を作ろうとするの。でそんなことしなくていいから、65点でいいから。はい、お疲れ様です。西田萌の北川です。今日もねベルト教室始めていきたいと思います。今回はね上達の方法の話をしたいと思います。で上達の方法って言ってもテクニック的な話じゃなくて、具体的にどういう手順っていうかね、どういうことを考えてどういうことをやってったら上達していくんだよっていう、この学習のメカニズムの話だとか、まあ、そういったところもねちょっと話をしていきたいと思います。ここをなくしてみんなテクニックばっかりを追い求めるから、だからどんなに動画を見ながら作ってみても、本を買って真似してやってみても、ベルト教室に通ってやってみても上手くなっていかないんだよね。まずここの根本となるこの学習のメカニズムって何っていう、そこをちょっとちゃんと正しく理解をして、そして体はそういう風にできてるんだ、じゃあこういう風にしなきゃっていう風にやっていけばいいだけだから、ちょっとねそんな話をしていきます。まあ僕ちょっと偉そうにこの、その学習のメカニズムとかさ教えることとか今から話していくんだけども、まあなぜこれが話せるかって言ったら、僕前職が自衛官ね26年間勤めてたんだけども、まあその中でねもうそのほとんどが教育者としてだったね、指導者として。でその中でまあ指導者を育てる立場でもあったから、まあだから教育のノウハウとかっていうのもある程度自分の中でしっかり確立してて持ってるんだけども、まあそういったものもあってちょっと話をしていくんだけどね。まずね、そのものを習って自分のものにしていく、要はレベルアップしていく、学習していくっていう話なんだけども、体の中でどういうことが起きて身についていくかっていうと、簡単に説明すると、まあインプットアウトプットなんて聞いたことあると思うの。インプットっていうのは新しい情報とかね、調べたこと学んだこと、それが自分の頭の中に知識として入る。で入ってきたら、これはできるようにはなってないよね。入ってきたら学んだから知ってるっていうだけ。知ってるとできるは全く違うから、この知ってる状態をできるにしなきゃいけないわけね。でこの知ってるをできるにするためにはどうしなきゃいけないか、多くの人がこれがうまくできてない。でどういう風にしていくかっていうと、体、五感を使ってそれを試してみる、することで体験をすることができるから、例えば銃の情報を手に入れて銃の情報は出来上がるかって言ったらそうではなくて、一致しかできないかもしれない。つまりその失敗するかもしれないけど、一回体験することによってこれができた、でもこれはできなかったって学習するわけね。じゃあ今回できなかったからもう一回やってみようって、インプットのところをもう一回洗い直して、でもう一度やってみようでやってみる、したら2位なのか3位なのか分からないけど、とにかくそうやって一度入った情報はたった一回の体験で全てが手に入るのではなくて、何度も何度もやること、これが学習のメカニズムなんだって。そうやって学習をしてくる。でその学習するためには絶対的に五感が必要なんだって。五感っていうか体を動かすことが必要で、五感を使った方が体に残りやすい。みんなも多分そうだと思うの。子供の頃のことで鮮明に覚えてることって、匂いを覚えてることがあったりするじゃない。もう五感を使ってるから学習したことを覚えてるんだよね、という風になってるらしいから、とにかくだから入ってきた情報をやってみる。だけど絶対にうまくいかないから一発で。それをだから身につくまで何度も何度もやってみるっていう、まあ当たり前の話っちゃ当たり前の話なんだけど、だけど多くの人はこれができてないって言われてるんだよね。だからそこをまずやってみようっていう話で、特にものづくりってなるとこれができてないんじゃないかなって思う。スポーツをやってた人、学生時代にスポーツをやってた人、今スポーツをやってる人は特に分かると思うんだけども、スポーツの練習だったら分かると思うね。絶対に習ったことさ、体を動かしてさ、なこうかなとかってなんかいろいろこう動作でこう学習しようとするじゃない。で実際にね、まあ、スキーだったら斜面に行ってこう試してみたりとかさ、テニスだったらこうやってラケット振ってみたりとか、いろいろあると思うんだけども、まあ、そういうことをね絶対やってるはずなので、スポーツであればそれを体現しやすいんだけども、手作業、ものづくりだったら手動かしてるんだから、それで体使ってることになるんだから、それでやらないといけないよね。だからまあ何が言いたいかっていうと、学んだことをとにかく手を動かしてどん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 作ってみることが必要なんだよっていうことを言いたいんだけども、だけどね、このものづくり、特にフェルト推しって今思うんだけども、まあ多くの生徒にこう共通して言えることっていうのは、どうしてもね、その
手順やり方それだけに入ってきたそのね情報だよね。手順とかやり方テクニックっていうのはもうそれに固執してそれを一生懸命ちゃんとやろうとする。だけどそれさっき言ったようにまずは体験にしっかり変えないとして1でもいいの1個積み上がればいいの。したらそれを何度も何度も繰り返すの。うまくいかなかったならもう一回やってみようでとにかくこれを繰り返す。それをどうしてもものづくりってなるとなんか作品作ってるっていうねもちろん感覚だろうからだからしっかり仕上げようとしちゃうのね。失敗しないようにしないように作るじゃないみんな。あれがね間違ってるんだよね。だからものづくりでこうまくなっていかない人っていうのはそこにものすごい足かせがあって上手くなっていく人とかなんかセンスある人とかいるじゃないポン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 って作れる人あの人たちって多分ねあんまりねその100点のものとか最初から作ろうとしてなくてどん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 なんか楽しくて作ってるはずなの。多分上手い人はねそんな感覚でやってるの。多分みんなも自分の得意なことって多分そういう感覚でやってるの。だそれが正解なのな。さっき言った学習のメカニズムのようになんかあ これ楽しそうやってみたいどうやってやるんだろうあなるほどねってバン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 やってああ分かった分かったなんかこんな感じでもう一回やってみようってどん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 上手くなってまさにこれなの。だけど作品作るってなるとどうしても作品ってなっちゃうからもう仕上げなきゃってもうそのバイアスがかかってるからなんかこの学習のメカニズムがうまく働かない。だから学習していけないから技術が積み上がっていかない、まあ、これが起きてるんだよね。というところで意識をちょっと変えてほしいんだよね。その自分が上手くなっていこうとしてるフェーズでは特に80点90点の作品を作ろうとするのね。でそんなことしなくていいから特に習ってる段階では ね65点でいいから。でもちろん雑なのはダメだよそこは話にならないけどしっかりやってだけど完璧に作ろうとしすぎたら進まないからとにかく65点70点くらいでいいからできたらちゃんと言われたことをそこにしっかり表してねで、できましたってさ、見せたら、もうここはできてるけど、ここはできてないじゃん。なんでか分かるかい？ここはこうなってるから、だからこうしなきゃいけないんだよって、このフィードバックもらえるじゃない。で、大事なのはこれなのさ。これをもらうために習いに来ないと。みんな、これもらわないようにしちゃってるのね、逆に。うまく作ろうとして。そうじゃない。そこをいっぱいもらった方が学べるんだから、とにかくいっぱい失敗する。もう、とにかく上達の方法だったらいっぱい失敗しなさいの。やっぱりその日本の教育が良くないんだろうね。なんかまあ僕もそうだし未だにねそうだけどもやっぱりその失敗を恐れちゃうところが多いよね。どうしてもなんかうまくやらなきゃいけないって思っちゃう。でも失敗ってそもそも失敗なんて存在しないんだよね。やめなければ途中でやめなければね最後までやろうとしたらその失敗っていうのはさっき言ったように学習のメカニズムの中の話と一緒で次上手くなるために一回学習したことじゃない。要は途中段階でしかないの失敗っていうものは。だからやめたら失敗になるよ。やめて次に生かさなかったらそれはただの失敗になるけども仮にやめて途中で、ね、終わったとしてもその失敗を次に経験に生かすんだったら経験じゃん、ね、次成功するための糧だからなんか何も悪いことじゃないんだけどどうしてもねなんかこうなんか失敗するとさ悪いことしたような気になっちゃうじゃない。そんなことはないから全然もう自分が上手くなるため自分が望む姿になるためにどん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 失敗した方がいいよ。失敗したら成功しないんだから。ひょっとしたらその失敗を見て笑う人もいるかもしれない。でも笑わすときはいいじゃん。関係ないよそんなやつ全然関係ねえから。だってそいつらはやってないから。やってるやつだったら笑わないから絶対に。頑張ったじゃん次もいけるよって言ってくれるよ応援してくれるよ。でも笑ってるやつらは絶対自分で何もやってないから。そんなクソみたいなやつらに足引っ張られることないよ自分のやりたいこと。だから周りの雑音なんて気にしない。であとねその今の自分の状況を考えてほしいんで上手くなっていかない人何年も通ってるのに上手くなっていかないとかね通ってたけど辞めてしまったとかいろいろあると思うんだけどそれはね、 環境を変えなきゃダメ。やっぱり自分が上手くなろうと思ったらその上手くなる環境に身を置かないと上手くなっていかないよ。例えばフェルト教室に通ってて上手くなりたくて上達したくて通ったはいいけど全然なんかこうみんなでねワイワイ楽しくやる、まあ、コミュニティ的な教室だったらそれは環境を変えなきゃ絶対にいかないしさ、まあ、そうやっていったらまあおのずと上達していくよね。何よりも意識がそっちに向いてるからね、うん、そこまでやる人はね。
はい、まあ、今日はねそんなところでした。とにかく上達の方法としてはね、学習のメカニズムっていうものがあって、まあ、とにかくさ難しく考えないで入ってきたものを頭で理解しても、あの知ってるとできるは違うでしょ。知ってるものをできるにしよう。で、知ってるものをできるにするには体を動かすこと、体を動かして体験してみること。だけど一発じゃできないから、だから何度も何度もやることで学習が積み上がっていって、そして初めて自分の思いになるんだよ。それが技術の積み上げだからね。で、作品作りってなるとなかなかみんなね作品として考えちゃうから、もうじっくり作って、なんだろう、こう数をこなせないから、そうではなくて80点90点を目指さなくていいから、65点70点でいいから、とにかくどんどん作って学習していく。そうすると絶対に上手くなっていくからいいね。あとはずっと何年もやってるのに変わらないっていう人は、もう環境を変えなきゃダメ。あの、上手くなりたいんだったら上手くなる環境に身を置かなきゃダメ。それは教室なのかもしれないし、あるいはコミュニティを変えるとか、なんかいろいろあるのかもしれないけれども、とにかく今自分のできること、最善の策をやる、そこで、それをやるためには、やるためにはそもそものゴール、自分が何のためにこれやってるのっていうところにまず行き着くんだけどね。結局はそのゴールをまずちゃんと設定しようっていう話。あのね、ゴールを設定してる人はね勝手に上手くなっていくの。だってやるべきことが見えてるから。今みんながなんかなんとなくうまくいかないっていうのは、ゴールがなんとなくしか見えてない、ぼやっとしてるの。そのぼやっとしてる原因は何かっていうと、自分が何のためにやってるのかっていうのをはっきりさせてないから。ハンドメイドで食べていきたいっていう人、それからねハンドメイドで楽しくやっていきたいっていう人の、どっちも金のためにやってるのか自己承認欲求のためか、どっちかだから。どっちも正しいし、どっちも何も悪いことじゃない。だからそこをはっきりと、人から何言われると自分はどっちに寄ってるのかっていう話、何のためにやってるのか、ここをねしっかりと深掘りした方がいいよ。絶対に自分に嘘はつかない。もう自分の人生ね、人生1回しかないんだよ。なんで自分のやりたいことを人からこうやって言われるかも、こうやって思われるかもって人に引っ張られてね、右往左往しなきゃいけない。自分がとにかくしっかり芯を持ってやること、まあ、それがね全てのスタートじゃないかな。そしてそれができればどんどん上達していくよって話でした。というわけでね、今回の話はここまでです。まあためになるなって思ったらね、ぜひいいねボタン、それからね、あの質問とかどんどんください。技術的なことでもいいし、なんかねビジネス的なことでも何でもいいから、僕の答えれる範囲でね、こうやって動画にして答えていくので、はい、そんなことしていただければ、まあ、僕のモチベーションも上がってね、あの動画作ろうかなって思うので、はい、そんなところでね、今回も最後までご覧いただきありがとうございました。それではまた。ご覧いただきありがとうございます。このチャンネルは羊毛フェルト作家を仕事にして生計を立てている僕が、フェルト作家を目指している人やもっとスキルアップしたい人、そんな人に向けて、リアルな作品の作り方だけではなく、誰も教えてくれない作家になるために必要な考え方、そういったことを発信しているチャンネルです。ぜひね、自分のスキルアップのためにチャンネル登録して活用してください。あと、公式 LINE もやっています。この公式 LINE に登録してくれた方にだけ、僕がやるオンラインレッスンなどの案内が届きます。僕から学んでみたいと思う方は、ぜひね、LINE 登録をお願いします。概要欄にリンクが貼ってあります。そこから登録してください。